この後、それでは志賀高原に行きたいと思います。途中で温泉があったら、ちょっと体を清めてね。汚い顔してるんで。で、ライブ配信に臨みたいと思います。はい。はい、じゃあ、ここ、あちむらからお届けしました志賀高原に向かいたいと思います。行ってみましょう。ういー。よくわからない出だしで申し訳ないです。あまりにも大量に動画を撮影しすぎてですね、動画の編集に困っていたんですが、今回 Vlog として形にすることにしました。この時はすごくハードなスケジュールで、長野県阿智村でグーパスさんの星空撮影ツアーのロケハンと撮影、その後志賀高原フォトグラファーズセンターでライブ配信と星空撮影講座、その後池袋サンシャイン展望台で夜景と朝焼けダイヤモンドスカイツリー撮影会が2日間と、てんこ盛りの6日間の様子をお送りいたします。初日の阿智村での天体写真の撮影が天候不良でこけっちゃったので、その後からお送りしたいと思います。それではどうぞ。見つけました。到着しました。シャレーシガーですね。ここの2階がなんだっけ、フォトグラファーズセンターになってるっていうことで。久しぶりに来たわ。じゃ、ちょっと顔出してきますんで。はい。謝礼志賀は、写真家の佐藤秀信さんがですね、オーナーを務める、宿泊施設で、佐藤さん自身がめちゃめちゃかっこいいスポーツ写真とか撮る方なんですけども、ここの2階にですね、志賀高原フォトグラファーズセンターというのをオープンしたということで、この度、来ました。まあ、ここでですね、ライブ配信と、それから星空撮影講座を私は今回担当させていただくんですけども、志賀高原自体がすごく写真が綺麗なところなんでね、撮影がめちゃめちゃ楽しい場所での写真撮影のアカデミーっていうのを目指してフォトグラファーズセンターをオープンしたそうです。概要欄にホームページの URL を貼っておきますので、皆さんもぜひ立ち寄ってみてください。Yesterday, I would handle this differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, cause I do. 連絡がさっき来てたんですけど、毎年恒例の天文宇宙検定カレンダー2022年バージョンが、もう、すでに、我が家に届いているようです。ミツピーさん、もう Amazon で予約済みなので発売日に届くでしょう。楽しみにしています。ありがとうございます。YT さん、火曜の夜にサンシャイン持参しますので、サインお願いします。あ、YT さんもサンシャイン来るんですね。ありがとうございます。全然しますよ、サイン。しますよ。今回も、そのサインスペースちゃんと作ってますからね。今、ライブ配信を終えてですね。ちょっと、メール返信の作業をして、一段落した感じです。ライブ配信ご参加いただいた方々、ありがとうございました。昼間の配信、初めてでしたけど、しかも土曜日でね、なんか新鮮でしたね。ここ初めて見ましたけど、前と全然違うんですよ。すごいおしゃれになりましたね。ここでずっと仕事したい。椅子もすごいなんか座り心地よくて、ずっとここで仕事したいですね。こんなオフィスは私も欲しいですね。この後の撮影会も、ここでやるんですけど、まあ、天気が良ければ外に出ますし、曇ったら中で、講座をやりつつ、まあ、自分のね、こう、スクリーンに、資料を映して、こう講座を映しつつ、講座をやりつつ、で、雨降ってなければ外に出てね、ちょっとピント合わせとか露出の確認とかそういうのをやりたいなと思うんですけど、お客様の参加者のレベルに合わせてね、撮影会もこなして、この後の仕事もこなしていきたいなと思いますけども、ね、どんな人が来るかな。さっきライブ配信で参加されてた方が2名、まあ、今日これから行きますっていうふうに言ってたので、
お会いできるのが結構楽しみですね。はい、無事セミナーが終了いたしました。お疲れ様でした。もう終わった後なんですけど、片付けて10時を過ぎました。結構皆さん熱心にセミナーを聞いてくれて、質問もたくさん出て、で、昼間のライブ配信で、参加いただいた方もですね、来てくれてですね、すごい嬉しかったですね。まあ、これにて、デイ2が終わりということで、今回の旅も明日の池袋のサンシャインで終了と最終日ということになりますね。まあ、明日と明後日2日あるんですけど、まあ、それ最終日っていう感じなんですね。ラストスパートを頑張っていきたいと思います。いやでもよかった、楽しんでいただけてよかったですけどね。なんか NASA のシャツ着てきちゃって、いやいいんですけど、なんかこういうタイミングで NASA のシャツ着てるのってなんかやっちゃった感ありません？なんかゴリゴリ着てる感じがするんで、ちょっとなんか恥ずかしいんですけど、はい、これで記念撮影とかしたぐらいにして、めっちゃ色濃い。ああ、これはやばいわ。ああ、疲れが一気に取れますね。すごい雨です。おはようございます。で今日は Vlog Day 3でございます。で今日はですね、ここから池袋のサンシャイン展望台でイベントがあるんですけども、今7時半で、ここからご飯食べて8時にチェックアウトしてですね、で一旦埼玉県の私の家に、自宅に戻ります。でですね、明日発売予定なのかな？明日発売予定の、成沢宏樹の星空撮影塾、決定版が、今日もうちに届いてるみたいなんですよ。なので、それを取りに行こうかなと。で、イベントの時に紹介しようかなと思ってまして、で、その本を持って、もう一回、今度は、池袋のサンシャイン展望台で、今日は夜景撮影会、それから明日がダイヤモンドスカイツリーっていう流れですね。まあ、とりあえず、今日の Vlog もスタートしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。成沢宏樹の星空撮影塾決定版を撮って池袋に向かうという感じです。雨降ってるよ。じゃあこれから安全運転で帰ります。よいしょ。雨ですけど、うん、志賀高原はやっぱり綺麗だな。紅葉が今ね、ちょうどなってきてるところなんでしょうね。結構でも枯葉落ちてるね。よし、到着。家に着きました。本届いてるかな？あ、これ？本。おお、いや出たか。はあ、やっとできたか。私も実物見るの初めてですね。まあ、この本についてはね、また後日、説明動画をアップしようと思いますんで、でお楽しみに。はい。だいぶ時間が飛んじゃいましたけども、あの後準備をしましてですね、今サンシャイン展望台に。向かっています。サンシャインに着きましたが、やーべえよ、何この荷物。早速レオフォトブース大人気じゃないですか。早速レオフォトブースが大人気ですね。化粧品ですか。
新商品ね。新商品ですか。もう傾いちゃってるじゃないですか。ね、センターポールが傾くんですよ。エベラー付きでセンターポール。そうそう、こんだけ傾くんで、ね、構図の微調整とかもこれでできるんじゃないかなと思います。一応7時半にお客さんが全員いなくなって、で、あの貸し切りで撮影ができるっていう状態になります。企画担当の多田さんです。こんばんは、よろしくお願いします。初の試みですね。いやー、ちょっと初めてなんですけど、ちょっと緊張してます。なんで、あれダイヤモンドスカイツリー自体はなんかやってたんですよね。去年私でテストで撮影しました。あ、テストで撮影。はい。じゃあお客さん呼んでやるの本当初めて。そうなんです。初開催。なるほどなるほど、はい、じゃあ楽しいです。どんな反応があるか、はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、よろしくお願いします。イベントが始まりました。はい、こんなに参加してくれました。嬉しいっすね。あ、上で止めてる。あ、いくらでも、はい、いけますからね。はい、大丈夫です。いけるいけるいける。私ももうちょっとしたらタイムラプス撮ろうかなと思います。すごいですね。すごいですね。ディップの本当。今セッティングをしました。これ今ね、パナソニックの S5 に、パナソニックの S5 に、タムロンの7200の忍者レフを使って、忍者レフっていう感じなんですけど、野球撮影の時はこの忍者レフを必ずつけて、で、四隅を見るってのがすごい大事ですね。どこからね、光の漏れがあるかってのがわかんないから、しっかり確認する。とりあえずこれ大丈夫かな。撮影してみようかな、じゃあ。はい。車の後跡をこう、ゆっくりこう、見せたいので、今ね、インターバル、1秒とか2秒とか、そんな感じで切ってますね。はい。ちょっと仕上がりはこんな感じになります。展望台降りました。ここの地下こんなに遅い時間に歩くの初めてですよ。着いた着いた。じゃあチェックインします。チェックインしてきます。はいっす。あ、ホテル来ました。とりあえずこれで体を休めて明日に備えるということになります。いや、無事晴れそうでよかったですね。ダイヤモンドスカイツリー楽しみです。じゃあおやすみなさい。チャス。